ここまでクリーンシートが7試合で得点できなかった試合が7試合というここまでの栃木です。さあ選手が入場してきました。この向かって右黄色がホームの栃木です。オフやり直し、ボールのところにはディサロです。ボールを戻してキックオフ、ゲームがスタートしました。まずはロングボールからスタートです。右方向を狙っていきます。ワンツー、左一人上がってきた、そこ使うサイドバックセガーだ。中4人、セガーのクロス、矢野を越える、セカンドボール拾う、運んでシュート、一旦ショートカウンターしようとしたんですけれども、相手の戻りが早かったので少し時間を作ってしっかりサイドの空いたスペースを使ってクロス弾かれるんですけれども、セカンドボールの反応ですね。そしてこのシュート素晴らしいです。素晴らしいですね。まあ、まずはやっぱりこの西矢選手のセカンドボールの予測反応、これがやっぱ素晴らしかったですね。でシュートは少しショートバウンド気味のところをこの後ですね、もういち早く反応してショートバウンドのところをしっかりボールを抑えて打っているので素晴らしいですね。警戒していた部分はあると思うんですけども、でも縦パスを入れないとやっぱゴールには近づいていけないので、はい、おー、収めた、ダイレクト、秋元で、もう一発胸トラップ一発で前を向いたも、ここで勝負ありでしたね、はい、で次の落ち際をもうワンバウンドさせずに打ってるこのシュート、もうこのタイミングしかなかったかもしれないですね。相手ディフェンダーも寄せてきたので、はい、この後寄せが来るんですけども、落ちる前に打ったことによってディフェンダーも寄せられず、キーパー永井選手もちょっと反応しづらかったかもしれないですね。はい、おいい形、続きを収めた、狙っていく、いいシュートだー、1点返しました北九州。ここで少し早めにクロスを返り切る前に、戻り切る前に入れてしっかりキープしたのを町野選手が冷静に、ちょっと落ちたかもしれないです。あーはーはーはー、まあ、これが落ちているのか、はい、あの誘い込んでのカウンターを狙っているのか、はい、おっとここチャンスだった、右足、同点。ここまで非常に集中して守ってたんですけども、このセカンドボールというか、あーこのキックしたところで笛が鳴りました。いやー両チームの選手が